エキスポ大通りは、茨城県つくば市の松代交差点から、下河原崎交差点を結ぶ、都市計画道路の愛称で、土浦学園線の延長上にある道路である。松代交差点から大阪交差点までは、茨城県道19号取出筑波線、松代交差点から、下河原崎交差点までの前線は、茨城県道123号土浦万道線の指定を受けている。 下河原崎交差点から先も道路は伸びているが、愛称は命名されていない。道路を西へ進むと対面通行になり、国道294号へ接続する。県道19号区間県道123号区間都市計画道路の正式名は、研究学園都市計画道路3.33号、松城河原崎線。1985年。 国際科学技術博覧会の開催に合わせて開通した、筑波市松代一丁目西大橋西岡面、野井透明マイナス木ケクから上河原崎から上、河原崎下、河原崎入会地の筑波市内各町、地を結ぶ道路である。当時は万博会場の北ゲートと接続しており、開催中は会場連絡バスの輸送道路として使用された。道路の規格は4から6車線であるが、 新道路の開通等により、道路の区画車線が独特な引き方をしている。常磐自動車道の八田部インターチェンジや、首都圏中央連絡自動車道の筑波中央インターチェンジへのアクセスの良さから、沿道に運送業や、倉庫業など多いのが特徴である。名の由来は、国際科学技術博覧会の英語表記の略称から、来ており、茨城県知事の竹内藤夫は、各方面から、 マイカー利用の来場観客への対応として、会場周辺の道路はわかりやすいように、サイエンス王通り、エキスポ王通りという愛称名を付けたほか、駐車場への案内板を50本設置したと、茨城新聞社とのインタビューで語っている。万博開催期間中は、道路中央線側に、バス専用通行帯が設けられ、 国鉄上磐線臨時駅の万博中央駅と連絡するシャトルバスの運行ルートに使用されたほか、開催関係車両以外の一般車は、エキスポー通りの一部区間で通行禁止になるなどの厳しい交通規制が敷かれた。また、エキスポー通りの交差点は、つくば市西大橋の交差点名が、北ゲート前、同市面、野井の交差点名が、西駐車場前と案内され、 西駐車場前交差点周辺にマイカー利用者向けの場外駐車場が設けられていた。ありがとうございます。